皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。トサン TV トサンでございます。さあ本日も始まりましたトサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日は米中ロのトップが言った言葉に全て解説が必要です。では参ります。まずですね、米中ロということなので、バイデンさん、習近平さん、プーチンさんが最近喋った言葉で解説がいるのが続々と出てきましたので、すべて豆知識として解説をしていこうと思います。あとコメントでですね、相変わらずお見舞いの言葉をいただいております。本当にありがとうございます。本日撮影日は7月の30日ですけれども、朝一の電話構成で見事 PCR 検査予約取りまして、さっき行ってきました。結果が出るのが月曜日ということなので、まだ外に出れませんし、まあね、公共のに迷惑かけられないので外出れませんし、あと家庭内隔離というのも私ですね、されておりますね。壁の向こうから聞こえてくる子供の声が何よりの今生きがいというふうになってます。あとね、うちの奥さんにもものすごい今負担かけてですね、助けてもらってます。本当にありがたいなというふうに思いますね。ちなみにですね、私自分の、妻のことを奥さんとか妻とか嫁さんとかいろんな言い方しますけれども、一時期ですね、なんかこう、社会問題を焚き付けたい人たちが、嫁っていうのは、差別用語だって焚き付けてる時期がありましたけれども、最近それは聞きませんけどね。ちなみに嫁っていうのは尊敬語ですからね。良き目、良い女っていう意味です。日本は昔から、財布を女性が握ってましたんで、ちょっと友達と飲みてえな、なんて、うさばらししてえなって時でもですね、奥さんにお伺い立てないとお小遣いもらえなかったんですよ、日本の男っていうのは。なので、嫁、良き目という形でですね、丁重に丁重にお呼びしていたのが嫁でございますんでね、うちの嫁さんにも本当に頭が上がらないといったところでございます。というところで、豆知識としてまずアメリカから行きたいかなと思いますね。記事はこちら。現代ビジネスでございますけれども、またバイデンがやらかしたということで、3度目の出現で判明した米中軍事衝突の可能性という記事で煽っておりますね。煽っておりますが、そう煽る話じゃねえよっていうところからいきたいと思います。これ何かというと、8月の頭7日ぐらいかな、下院の議長、ペロシさんいるじゃないですか、ペロシさんね。ペロシさんが台湾訪問するっていうところで、中国が今ものすごいこれ警戒してて、レッドラインだレッドラインだって言ったらアメリカを脅すような文言を言ってるわけですよ。バイデンさんと習近平さん電話会談しましたけども、そこでもレッドラインだって直接言ってるぐらいなんで相当嫌なんですよ。で、なんで嫌かっていうと、ここから北大河があって、その後共産党の党大会があって、習近平さんの3期目が具体的に決まっていくっていう流れがあります。ここで、台湾問題に関してアメリカに弱腰だっていうことになると、まあ、習近平さんの3期目に移行するときの権威に今傷がつくので、もう波風立てるのやめてくれっていうことなんですね。ここに対して、バイデンさんに質問があったときに、軍が反対してるんだよねって言っちゃったっていう話なんですよ。で、これを言ってしまったから軍は衝突をするっていうことを察知していて、そのことを、まあ、バイデンさんが喋ったんじゃないかっていう失言だっていう形で、まあ、記事でまとめられているんですけれども、ちなみに、軍の一番トップはミリーさんですよね。で、ミリーさんはこれですね、議会で、喋っています。公に。軍としてはこの時期に、行くべきではないと思うっていうことを喋ってます。で、なんでかっていうと、さっき言った通りで、今、中国の、まあ、習近平政権のメンツのかかっている大事な時期なので、ここで行くとすごい刺激しちゃうから、時期ずらしてもらった方がいいと思いますってことを、まあ、公式で言ってるので、それをバイデンさんなぞっただけということになりますね。ということになります。で、なんで軍がこういうことを言うのかっていうことなんですけれども、これは、アメリカ軍と中国軍の軍と軍の間にホットラインがあります。これは2007年に協議をされて、合意を受けて2008年に協定を結んでホットライン開設してます。ただし、この軍と軍とのホットラインでどういうやり取りがされてるかっていうのは通常ブラックボックスなのであまり出てきません。でもこれが機能してるっていうのが分かったのが2020年かな ?21 年かな、トランプ政権の末期の頃に、ミリーさんがですね、トランプ政権末期で暴走して中国にもしかしたら軍事攻撃をするかもしれないっていう中国が勝手に焦ってる時に、いや、そういう意図はないですよって電話一本しましたっていうのが記事になりました。で、これをもってはホットラインちゃんと機能してんだってことが確認できたっていうことなんですけども、今回もその文脈でホットラインの話です。で、なぜかというと、軍としては、このホットラインがあった方が優位なんですね。ホットラインがあって情報が共有されているとき、強い方のが優位です。なんでかというと弱い方は奇襲かけないと勝てないので、情報はあまり握られたくないんだけれども、ホットライン結んでいる。それだけアメリカの方が断然強いから結ばざるを得ないってことなんですけれども、軍としては
ホットラインがあった方が自分たち優位になるので、ホットラインは捨てたくないと。でもあまりにもセンシティブな時期なので、ここで政治家が動いてしまうと、このホットラインを向こうが進めてやめてしまうかもしれない。そうすると国防上、アメリカとしては有利な部分を捨ててしまうことになるので、そういう刺激の仕方はやめてくれっていうのが軍としての意見としては当然出てくるっていう話ですね。で、これが当然出てきてるっていうだけの話で、それを大統領が喋ったっていう話になりますね。私個人としては中国のタイミングに忖度せずにですね、ペロシさん台湾に行ってもらいたいなと思います。特に何もできないと思います、中国共産党でね。今国内ガタガタなんでというところで、その国内ガタガタというところから次は習近平さんの言葉について解説をしていきますね。こちらでございます。アベマタイムスでございますね。大規模な預金凍結やマンションの建設中断、習近平国家主席、国民生活を安定させるべきだと危機感を示すということで言っちゃいましたね。喋っちゃいました。で、通常中国というのは、まあ、責任論っていうのがあるわけですよ。責任論っていうのがあるので、これ喋らないんですよね。国内の経済問題なんで、喋るんであれば、李克強さん、国民総理である李克強さんが喋って最終的にうまくいかなかったら李克強さんのせいで終わるみたいな形になるんですけども、深刻すぎて、もうトップがメッセージを出さざるを得なくなったっていう、追い込まれてる感が、実は習近平さんが喋ったことで出てきてしまったということでございます。これは大元は何かというと、前もお伝えしましたし、あと私が毎日見ているチャンネルですね、ディープマックスさんの方でも今詳しく追ってくれてますので、ぜひそっちも見ていただきたいなと思うんですけれども、今ですね、住宅ローンを国民が払わないということで一致団結し始めてます。もうローンの支払い拒否、なぜかというと物件が立たないから、立たない物件のローン払うっておかしいよねっていうことで徒党を組んで拒否してます。さらに前はこのチャンネルでもお伝えしましたけれども、企業も拒否しだしました。返済を拒否ですね、銀行に対する返済拒否となると銀行にお金がなくなってくる。じゃあどうするかというと、銀行は預金引き出せなくするよっていうことで、これも起こっているということで、お金という血流、経済の血流が中国は今著しく止まっているような状況なんです。で、これについて、建物をちゃんと建てるための基金を作るであったりとかですね、政府も支援するということで、今最大20兆円っていう規模の金額っていうのが見て取れます、出てきてますけれども、20兆円を支援したら、じゃあ物件建つのかって言ったら全然足りないと思いますね。全然足りない。宮尾さんのチャンネルでそこら辺詳しくは述べてくれておりますけれども、それ以外の情報でいくと、地方有志兵隊っていうのがあるっていうのを前チャンネルでもお話しさせていただきました。地方政府というのが地方債っていうのを勝手に発行できないんですよ。一時禁止されていて、その後部分的に解禁されたんですけれども、中央の許可がないと地方債を発行できないんですよ。そうすると地方というのは財源困ってしまうわけですね。バン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 土地を貸し付けて、不動産開発を、乱脈で不動産開発をバン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 して、それでなんとか地方の GDP っていうのを、こう、傘を上げて、それを中央に報告して自分たち出世したいっていう思惑がありますけれども、それが地方債発行できないと、なかなかできないということで、自分たちの外部に地方有志兵隊という、特殊な組織を作りました。で、そこが理財商品を巻くことでお金を集金をして、そして、土地の開発なんかをですね、ディベロッパーと組んでやるわけですよ。それで声太ったのが中国恒大ということになりますけれども、その地方有志兵隊が抱えている債務で800兆円あります。これはほとんど不動産なはずです。800兆円。もちろんこれは個人だけではなくて企業に貸してるのもたくさんありますけれども、いくらなんでも、その建てる金額20兆円を政府が補助したからといって、800兆円負債がある中の建てる分って20兆円だけではないので、きっとですね、多分何百兆っていう話だと思うので、多分全然足りないというふうに思いますということですね。有志兵隊の抱えている負債額から見ても、ちょっとアンバランスだなっていうことはすぐにわかるということなので、まあ、ものすごい今闇に落ちてるということですね。習近平さんがメッセージを発しないと何ともならないぐらいまで、今中国の不動産バブルの崩壊というのは追い詰められているということです。すでに、普通だったらもう不動産バブル崩壊してます。例えば、中国恒大っていうのは絶対デフォルトなんですよ。我々の社会で言えば。でもなんでデフォルト扱いになっていないかといえば、もうデフォルトの企業にもかかわらず銀行は金貸していいよってことを平気で中国はやるんですね。あれ？まだ銀行を金貸してると、じゃあこれデフォルト状態だけどデフォルトじゃないのかなみたいな煙に巻かれるような状態があるんだけれども、しかし、内情、じゃあ恒大に金貸したからうまく回るのかって言ったら、もう恒大が自転車操業でデフォルト状態ですから、うまく金は回ってないので、絆創膏を、本当は大手術しなきゃいけないのに絆創膏を貼り続けているような状態で、いよいよ追い詰められてきたぞっていうのが、この問題について習近平さんが喋っちゃったっていうことの裏側にある。そういうことになるということでございます。
では最後にプーチンさん行きましょうか。うん。ちょっとですね、まあ、プーチンさんの好きな方、プーチンさんを支援している方、私はこの侵略戦争が始まったことで大嫌いになりました。その前というのは、正直ですね、まあ、こんなこと言うと怒られるかもしれませんけれども、現代の、まあ、国家の一番トップ、指導者と呼ばれるような国家のトップの中では、かなり能力の高い方だというふうに一目を正直置いていました。非常に興味深い方だなと思ってたんですけども、今回の侵略に関しては、あまりにも時代錯誤も華々しいということで、こんなことやる人だったんだと思って、そしてそれが日本の安全保障を著しく、傷つけると、損益を与えるっていうふうに踏みましたので、私としてはもうこれは許せんと、日本人としてはこれもう味方するわけにもいかんし、許せんという立ち位置になりました。で、そのプーチンさんを支援する方の中に、ちょっと誤解をされている方もいらっしゃいます。多分このチャンネルを見る方はそんなにいないかもしれませんけれども、プーチンさんとかロシアは反グローバリズムだって思っている人がいると思うんですね。だから応援してるっていう人ももしかしたらいるかもしれませんけれども、これですね、プーチンさんが歴史的な演説をしたって、これ名前とかそういう、あれはブログなんで出しませんけれども、歴史的演説をしたっていうこと。で、ちょっとスマホでですね、元記事が出せないんですけど、出せたら貼りますね。元記事は何かというと、ですね、これロシアの、かな？ギリシャ語になってるんだけど、どっかの記事なんですけども、で、これ何かと言いますと、7月の20日になりますね。7月の20日にプーチンさんがとある会議で演説をしているわけでございます。で、その会議がですね、戦略イニシアチブ気候フォーラムというフォーラムでございますね。そのフォーラムの中で、新しい時代のための強力なアイデアというテーマがあって、そこでプーチンさんがスピーチをした。7月20日のスピーチなんですね。そのスピーチの中で、グローバリストたちが世界のルールを作ろうとしていて、一部の金持ちのルールで、こうガチッと世界が固められようとしていると。しかし、それに対してですね、異を唱えて、ロシアは異を唱えているんだと。で、そういう奴らの時代はもうおしまいだと。新しい秩序になるんだってことを言っている。やはりプーチンさんは反グローバリズムで、反グローバリズムを考える一部の金持ちに支配される世の中を壊してくれる我々の味方なんだみたいな感じになってるんですけれども、全然そんなことありませんからねって話です。ロシアが反グローバリズムだったのは冷戦時代ソ連だった時期ですね。この時はもう明らかに反グローバリズムでした。その結果ソ連というのは経済破綻をしていくわけですよ。で、ロシアになってからも無理くり、資本主義経済を取り入れたので余計破綻していって結局デフォルトに陥るわけですね。その時に思いっきりこのグローバリズムの恩恵を受けて西側と組むことで恩恵を受けて国を立ち、直していったわけですよ。立て直していったわけですね。さらに言うと、ユーラシア、経済連合か。ユーラシア経済連合こんな感じでグローバリズムやってますよね。うん。要するに、ロシアが言ってることは、西側とか特にアメリカが主体になったルールは嫌だから、自分たちがルール作りたいですって言ってるだけです。で、グローバリズムに賛成か反対かの前に、グローバリズムっていう流れはどうしても起こります。これは不可逆的なものです。なぜかというと、輸送手段の技術が向上していくと、必然的にグローバリズムは起こるからなんです。うん。飛行機の運賃が安くなる。船の運賃が安くなる。いろんな国がその貨物船とか船を持つようになる。飛行機を持つようになる。飛行場が整備されるってなってくると、どうしても労働力の安いところで作って輸入した方が安いじゃんっていうですね。経済の活動っていうのがどうしてもグローバル化していくっていうのは当たり前の話になってくるんですね。と同時に問題も不可逆的に絶対起こるんです。なぜかというと、言語が違う、宗教が違う、習慣が違う、いろいろなものが違う国同士でルールを統一しましょうっていう話になる。グローバリズムってルールの統一化ですからね。だから統一できるわけないじゃないですか。ってなると必ず壁にぶち当たって、今壁にちょうどぶち当たってるところですよね。で、そのグローバリズムのルールを統一しましょうっていうところに共産主義者の残骸みたいな奴らが食らいついてきて、気候変動がどうだとかいろんなことを言いながら、自分たちのルールもそこに入れ込もうとしてくるわけですね。そういう個別の事案は危ないので、いろいろ冷静に見ていって、じっくりとそのグローバル化のルールっていうのを作らなきゃいけないんですけれども、問題は誰が作るかって話なんですよ。で、私の勝手な持論ですよ。私の勝手な持論だと、ルールを作るのは民主主義国家が作らないと絶対にダメです。
なんでかというと、民主国家っていうのは政権が変わるから。民衆の投票によって政権が変わるっていう国々がルールを作らないとルール変えられなくなってしまいます。なので、20年以上トップが変わらないような、ロシアであったり中国であったりっていうところが、このグローバル化された社会、この不可逆的な流れのルールを作るっていうことになると、もう我々は変えられなくなりますよ。っていうこと。なので、ロシアは反グローバリズムでは全然ないです。これから止められないこのグローバリズムのルールを俺たちが作りたい。じゃあ中国さん一緒に作りましょうと。独裁国家同士で作りましょうよっていうことを今やってるだけです。で、この時のプロパガンダの手法としては、一部のエリート、西側の金持ちたちが牛耳ろうとしてるんだと。だから中産階級とか貧乏人っていうのは奴隷になってしまうぞと。俺たちは貧乏人の味方なんだっていうことをやってる。でもこれは中国共産党が国共内戦でもやったことだし、ロシア革命時代でもやったことですね。共産、ロシアの共産主義者がロシア革命の時もやった手法です。100年ぐらい前の古臭い手法を未だにやってるっていうことになるので、これに引っかかって応援してはいけません。そして今回のロシアウクライナ戦争、ロシアの侵略戦争というのはこれとは全く別の文脈だということです。これを無理くり引っつけてプロパガンダに使って自分たちの無茶苦茶な侵略戦争を正当化しようとしているっていうことになりますね。プーチンさんのスピーチっていうのはそういう嘘にまみれているぞっていうところを気をつけていただきたいなというふうに思います。はい、ということで本日はバイデンさん、習近平さん、プーチンさんの言ったことばすべて解説がいりますというところをお話しさせていただきましたけれども、特にですね、最後、今ロシアのプロパガンダ、プーチンさんのプロパガンダには絶対乗ってはいけません。これは中国を利することになるし、最終的に一番被害、損害を被るのは多分日本です。なぜかというと、次戦争が起こるんであれば一番可能性が高いのはこの極東エリアだからということですね。我々の世代の時ではないかもしれないけれども、次の世代、またその次の世代ですね、こういう世代に禍根を残してはいけないので、こういったプロパガンダには乗ってはいけないというふうに思います。ということで本日の内容以上でございます。ご視聴ありがとうございました。